州沿岸ツーリング第3回のその4です。三原市の糸崎あたりから瀬戸内の沿岸を呉市方面まで走ります。糸崎から広島市まで沿岸道路でほぼ 100km です。途中大芝島、野呂山、江田島市を回る予定ですが、その4は大芝島までです。エネオスで給油と休憩をして国道2号山陽道に戻ります。
Thank you.